はい、皆さんこんにちは。大相撲9月場所、本日もですね、両国国技館より生放送でお送りしております。本日のですね、進行担当します元天海峰の北陣です。はい、皆さん、そしてお待たせしました。はい、元気、お疲れ様でした。あ、お疲れ様です。はい、元秋瀬山関の伊豆です。いやいや、俺いいから。あ、そうもうやめてよ、そうやって言うの。なんか、なんでそんなの。元秋瀬山関のちょっと僕やらしてよ、もうそんな。はい、元秋瀬山関の伊豆親方に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、秋瀬山関、そして伊豆親方、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、どうですか。いや、本当にまあ長かったようで、はい、あっという間な16年弱でした。あ、16年弱名義を務められたと。はい、その中でまあたくさんですね、はい、今日は質問などをいただくと思うんですけども、はい、まあ、ちょっと自分が質問したいのが、はい、一番の印象に残った取り組みは何でしたか。はやっぱり会見の時にも言いました、はい、新入幕の初日の、はいはい、質問で、で今小野川親方の北大喜関が、はい、一番の思い出だったと。そうです。ありがとうございます。はい、皆さんですね、どしどしですねコメントの方、そしてスーパーチャットの方もいただければ、質問の方させていただきますので、今日質問 NG なしというふうに言ってましたんで、はい、そちらの方もですね、伊豆親方にお聞きしたいと思いますので、皆さんお待ちしております。はい、サムネイル画像もですね、今日なんかあれは何の時ですか、あの写真は、サムネイルは。会見の時の写真を使わせていただきまして、会見いかがでした。会見は、そうですね、まあ、緊張しました。いや、緊張しました、本当に。涙あり。いや、涙はあり。涙はなくて。はい、もうやりきった感があったので、ね、はい、本当にもう。満足の16年間。はい。一番嬉しかったことは何ですか。嬉しかったことは、はい、まあ辞めるときに親に死ませてもらったって言われたことが良かった。あ、誰に勝ったとかどこまで行ったことが、重量昇進、幕下昇進とか、その幕内昇進とかじゃなくて、はい、親に楽しませてもらったよって言われた最後の一言が一番嬉しかったと。そうですね、やってきて良かったと思いました。おー、めちゃくちゃいい話ですね。はい、いい話聞いたんで、ちょっとカットしたいと思います。生放送なんで、生放送なんで、すみません。はい。たくさんですね、コメントの方もいただいてますけども、ピコピータンさんからですね、早速スーパーチャットいただきましたんで、スーパーチャットいただいたらですね、はい、僕らナイススーパーチャットの略称で、はい、ナイスパーですって言ってこうやっておやり出すんで、はい、ちょっと一回やってもらっていいですか。ナイスパーです。ちょっと違いますね。はい、あ、まあいいです。独自のですね、ナイスパネスっていう感じでやっていただければと思いますんで。はい。はい、ピコビーダンさん、秋のフルーツは何が好きですか。何が好きですか。フルーツですか。はい。わあ、シャインマスカットが好き。あ、シャインマスカットいいですね。はい、食欲の秋。はい。はい。読書の秋。読書は漫画、ね、おいしんぼばっかり。おいしんぼばっかり読んで、はい、そちらの方も食べる方が好きと。はい。なるほど。食欲の秋山っていう感じですね。そうですね。はい。はい。はい。ありがとうございます。あ、ちょっと待ってください。ちょっとですね、紹介したいのありまして、こちらですね、昨日、クークー、さんですね。白の親方の、新十両に昇進された時の、読ませていただきますね。親方皆様、スタッフの皆様、お疲れ様です。クークーでございます。今場所も配信楽しみにしております。さて、白の親方の不在の両国、そろそろ皆様の、知らぬいロスもピークではないかと思い、素敵な知らぬいグッズを送らせていただきます。これでまるでいつでも知らぬい親方があなたのそばにいるよう、特に抱き枕は、撫でるもよし、一緒に添い寝するのもよし、ケツに敷くのもよし、ピーハラさんがいつも知らぬいこの野郎と蹴っているドアの代わりにサンドバッグにするのもよし、使い道は様々ですので、どうぞ可愛がってやってください、だそうです。はい、ハンカチ2枚ありますんで、1枚は視聴者プレゼントにでもご利用くださいということ。欲しい人がいるかいるのか知らないけど、ね、これ知らない方が新十両に昇進された時のこれですね。見てますか。ああ、見てます。はい、ありがとうございます。さあ、というわけでですね、後半戦一発目がですね、始まるわけですけども、この合間にちょっと質問など、はい、スーパーチャットの方を読ませていただきたいですけども、はい、
どうですか、警備をやられて。今先ほどずっと警備をされてたんですけど、はい、また警備のところで座って相撲をまた見るっていうのもまた違うと思いますけど、いかがですか。そうですね、もうあのやっぱ緊張感がもうないので。なくはないでしょう。いや、違った緊張感。ああそうですね、あの取り組みの緊張感が、ね、ああ取り組みはですね、現役は退いて、はい、そうですね、警備してやるっていうこの緊張感あるでしょ。ありますね、はい、勤める、勤めるということですね、はい、今日もこの緊張がまたあると、はいはい、でそれどうですか、そこで。そうですね、はい、もうあの常に気を張ってないといけないんで、うん、もうこのあのトランシューバー、うん、はい、まだ一回もそういうあの要請はなかったので、はいはい、今のところはもう順調に、あの順調に、まあ、もう皆さん楽しんでいただいてると、はいはい、声かけられることもあるんじゃないですか。あ、そうですね、結構花道からあのお疲れ様でしたって言われると、やっぱなんて言うんですか。ありがとうございます。そんな感じもあるくらいでしょ。そうですね。それはいいですしね。それ親方じゃないですか。いやいや、僕もそんなめちゃくちゃ人当たりいいです。本当に優しいからですね。いろんな人に神対応で有名ですからね。伊豆親方は。はい。さあ、かき氷さんからいただいております。伊豆親方、現役お疲れ様でした。名古屋在住で、名古屋場所のたびに声援を送っていました。会見の際に名古屋場所の大声援が力になったとおっしゃっていて、本当に応援してよかったと思いました。ありがとうございました。ありがとうございます。こういうの、はい。はい、岡さんもありがとうございます。はい、ナイスパーです。ナイスパーです。はい。さあ、続きまして、ああ、土俵上がですね、2連勝同士、はい、大野翔、高安ですけども、はい、どうでしょう。あ、2人ともあの対戦ありますので。お、どうでした。は、高安関。はい。が一勝二敗とか一番だけ、はい、大野翔は結構負けてます、ね、負けてます負けてます、はい、こうやっぱやめたから言えるっていうわけじゃないですけども、はい、どういったタイプが苦手でしたか。自分はあの右上手を取りに来る人、あ、左から差しに来たり、左の人が嫌だ。そうです、あの敷いてあげるならは、嵐親方とか、そこぐらい。ああ、そこぐらい好きの嵐親方。はい、そこぐらい好きですね。はい、嫌でした。なるほど、喧嘩打つんじゃないですかね。そうですね。で、あの、結構、あの、差し負けてしまうんで、それで、あの、もう、うまさ負けして、はい。もうそういった時は、でももう、やっぱりこう、勝ち越し負け越し、いろいろあったと思いますけども、はい、負け越して部屋に帰って、たりするとやっぱご飯が喉を通らないときとかあったりするんですか。いやいや、変わんないです。変わんないですか。変わんないです。そうですね。前回初日の放送でもですね、あの本当にあの食事の量はすごいと、こうエビスコ強いって言うんですけどね、はい、インパのお相撲さんの中で飯強いとかですね、はい、言うんですけど、はい、本当にご飯の量半端じゃないですか、ね。半端ないです。本当半端ない。半端じゃないです。はい、だからみんなこう、何どんぶりで何杯とか結構言うじゃないですか。はい、例えば、はい、米俵何俵分とか。何俵これも言ったんですけど、はい、あの元白山関の一親方は本当に米俵とかそういう例えじゃないぐらい、もう田んぼ1ヘクタール、はい、1ヘクタール2ヘクタール分ぐらい食べるっていうぐらいですね。言っても過言じゃないっていうぐらい食べますから。食いすぎでしょ。本当に食いますからね。まあまあ、まあ、これを取り組み終了後にですね、はい、何をどんだけ最高食ったことあるかっていうのをですね、ちょっとお聞きしたいと思うんで、はい、はい、こちらの方を想像しておいてください。はい、はい、さあ時間になりました。はい、両者ですね、2連勝ですから、さあどうでしょうか、ちょっとタイムラグがありますんで、ちょっと YouTube の方とまたちょっと違うんですけども、現場の、さあどうでしょうか、立ちました、おっと、もろ手でいく、高安、それを下からあてがって前に出る、阿武咲が右を刺されましたが、それを振り払って左を刺す、右から押っつけて、左をねじ込ませないようにですね、阿武咲がやってます、さあ、ここからどう攻めるのか。左から肩透かしをしたところを癒して後ろから送り出しと、大野翔がですね、何かこう高安の刺す左手を嫌がって、はい、まあ、徹底してですね攻めたような感じでしたけど、いかがでしたか。そうですね、右のあのやっぱりがっぷりだったら多分あの高安関の方が分があると思いますので、ね、うん、そこを我慢して頭つけて、で崩しながら出てたんで良かったと思います。うん、そうですね、考えた一問だと思います。はい、あ、それで今ちょっと相撲のこといろいろ聞いたんですけど、はい、解説あります、今場所。あります、7日目の1時からです。あ、7日目の BS、はい、
お、じゃあ7日目の BS で僕 B 重量7日目やりますんで、はい、じゃあ BS 重量でやらせていただきますんで、はい、お見逃しなくと。そうです。はい。はい、すごい。で、それで B 重量もあるんですか。いや、その一つ。BS の1回だけ。はい、1回です。はい。ぜひともですね、1時から皆さん、はい、はい、左手にはですね、お茶碗とご飯をついて、それぐらいの、あの、あもう、めっちゃ囲むぐらい、なるんじゃないかなと、見ながら、はい、見てください。さあ、どうですか、さっき話してましたけども、はい、最高で何をどんだけ食べたことあります？あの、ファミリーレストラン。あ、ファミレス。これ、店の名前出してあ、店の名前ですよね、はい。あの、ステーキのドンっていう。ステーキのドンっていう、はい、あの、ファミリーレストランで、はい、ご飯食べ放題なんで、はい、でそこで、はい、あの、最高、ライスを16杯。16杯、はい、いや、あの、おかずはあ、もう、この。一人前ではい、一人前で、タレ、タレ、あったらタレで。すっごいっすよ。あと、まさにステーキのドンですね。いややばいや、あの、だって、何杯食おう、大概そのおかずの割合っていうのって、はいはいはい、こう、おかずがあって、はいはい、あ、おかずこんだけ食ったらご飯こんだけ食えるから、例えば今日3杯食えるから、はい、じゃあおかずを3等分にしたきに、これで飯1杯食おうかなっていう考え方じゃなくて、はい、そうですね、もう基本的にもう米が好きなんで、米、はい、白いご飯が好きなんで、はい、だから本当にもう、少量のおかずで、もう虫爆食いみたいな。はい、やば。はい。で、じゃ満腹になったんですか。あ、なりました。さすがに。さすがに。はい。え、それ大盛り16杯。大盛りというかサラダ。いや、普通のあのまあライスっていう。あのいやあのもうまあじゃあのそういう意味じゃなくてあの普通の。ああ、だから普通に頼んだ正規の大量のライス。はい、はいはい、あの16杯。はい、十。すごい。あ、いろいろたくさんですね、コメントも来てますんで、ちょっと今読ませていただきますけども。はい。はい、スーパーチャートですね。震える日本カモシカさん、現役生活お疲れ様でした。秋瀬山関と主人の誕生日が全く同じで、昭和60年7月18日、応援しておりました。38歳まで現役、本当にすごいです。お疲れ様でした。質問です。親方チャンネルで大人気の熊谷親方とのマル秘エピソードを教えてください。と先日。初日、熊谷親方の方にも質問あったんですけども、はい、同じ愛知県出身、そして同じ相撲クラブ、はい、中京クラブでやってたと、はいはい、なんかこう思い出ありますか、思い出話。やっぱり自分の方が先にあの道場に通ってまして、あで、はい、あの熊谷親方が後で帰ってきまして、おじゃあもうアンデシカゼ吹かして、いやいやいや、そんな、そんなことはしない、すぐそうやって人を、そして何ですか。ね、まあ、やっぱり自分の方がでかかったんで、1年生と4年生だったんですけど、はい、自分の方が体でかかったんで、はい、で、まあ、よく一緒に稽古してたんですけど、寸法、まあ、寸法考えてください。寸法、寸法。はい、もう、わかりますよ。ちょっと、その後で、はい、一緒に稽古しててから、その後ですね、はい、同じ部屋の木瀬部屋の裏ですから、はいはい、裏と湘南の海ですね、昨日は大野山に勝ちまして、裏、はい、同じ寝屋川対決を制したと。はい、その後ちょっとお聞きしたいと思いますので、またお願いします。はい、さあ、立ちました。おっと、足を取りに行くら、それをですね、うまいことですね、体を重心を下げて、前に攻めた湘南海が押し出して勝ちましたと。はい、はい、どうですか、先ほどの話は。いや、先ほどの、あ、相撲を稽古して。稽古して、まあ、最初はもう、やっぱ自分が先に通ってましたんで、はい、まあ、自分の方が、あの、ちょこっと、あの、部が良かった。いやすごいなんかこう、オブラードに住んでいますけど、俺の方が強かったんだよ。いや、ね、いや、本当悪い方向に持ってきた。そういうことでしょ、ちょっと自分の方が無料が良かったっていうのが、熊本の方でいないからですね、そこを言ってください。いやいや、でも本当に、あの、
この優しさがすごいにじみ出てるじゃないですか、熊川大輔さん。いや、本当にもう、むちゃむちゃーって言って、で、自分はもう、大輔くんとか、大ちゃんって、本当に、あの、胸とかも出してもらって、はい、で、重かったら、はい、こう、やっぱ、ちょっとこう、この脇をですね、グッグッとこうくぐるとこう下がってくれたりとか、あ、お願いしますと、はい、本当に優しくしてくれると、はい、もうあの熊田に親方 の、うん、あの家族もみんな優しい、みんなちゃんちゃんとこう お姉さんも、はい、じゃあお米だよって、あ、お米17杯目だよってすぐすぐそこまでまだ小学校1年生そんな食うわけないじゃないですか。小学校1年生で何キロぐらいあったんですか、体重は。70キロですよ。小学校1年生で皆さん70キロ、はい、すごいですよ。あのよく海外にいるあのめちゃでかい卵吸うのっこい人いるじゃないですか。あのあいこみたいなこうでかい感じだったっていう、卵吸わないですけど、それぐらい大きかったということですね。70キロ、はい、すごいですね。さあ、秋村翔太郎さん目指してます。普通のコメントですけど、2006年の学生相撲でお二方が当たってた気がします。そうなんですよね。僕は大学4年の時、そして、はい、あの伊豆親方はですね、大学3年の時にですね、はい、あの全国 の大会でですね、はい、学生選手権でベスト8で当たりまして、はいはい、見事にですね、僕がですね敗れるという、はい、人生の汚点でしたね、あの日は。はい、はい、ありがとうございます。はい、で、3位だったと。はい、そうですね。はい。さあ、猫山さん、はい、現役お疲れ様でした。熊谷親方の影響で勝手にみっちゃんって呼んでましたが、みっちゃんって呼んでいいですか、はい、はい、もちろんです。いいんですか、はい。普通にみっちゃんって呼んでたら、この前にやみつけてました。気がつけばいいんじゃねえよ、と。おにぎりを一つぐらい持ってくれよ。そうですね、3つ。3つは3つ、みっちゃんだけに。はい、うまいですね。はい。ありがとうございます。はい、銀次郎さん、ありがとうございます。いつよかった、現役生活お疲れ様でした。巡業中、お母様特製の土手煮を食べさせていただいたことが一番の思いです。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げていただきます。銀次郎さん、ああ、はい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 。銀次郎さん、いつもこう、見ていただいて、今、土俵上ではないですね。あ、表情からスーパーチャットはできないですからね。群馬の裏にスマホを置いてるとか。それはないですね。器用に、ね。はい。新華燻製さん、国技館の焼き鳥に皮がないのは残念です。焼き鳥に塩で皮入り焼き鳥希望です。2人とも皮入り。あ、皮、鶏皮好きですか。あ、好きです。はい。ナイスパです。ナイスパです。鶏皮美味しいですもんね。はい、美味しいです。本当にどんだけでもいけますか。そうですね、ちゃんこにもあの皮だけ買ってきて入れて食べます。はい、そんぐらい。時間になりましたんで、さ、高野翔と豪ノ山出ました。豪ノ山が1枚出てですね、高野翔を押し出して、勝ちましたけども、はい、はい、その鶏皮が、はい、鶏皮好きです、はい、ちなみに一番好きな食べ物って何なんですか。一番やっぱまあ焼肉とか煮物とかですね。焼き肉とか煮物。煮物。全然違う。まあ、全然違いますね。でもあのやっぱ米に合うものが好きなんで、煮物とかもやっぱちょっと濃いめに味付けた。ああ、だからああいうこう名古屋というか、まあ、春日井出身でですね。はい、あのそういう味噌を。ああ、味噌。はい。だから土手煮とかそういう。はい、あ、土手煮ですね。めっちゃ好きです。はい。誰が作る土手煮が一番美味しいですか。いや、それは母の。はい、出ますか、お母さん見られてますか。お母さん多分見てると思います。見てると思います、はい、もし見てなくてもですね、はい、アーカイブでも残ってますんで、はい、見ていただいたらと思います。はい、お母さんにお願いします。はい、あ、また第2弾お待ちしてます。お、何さんですか。はい、明美さん。明美さん、はい、はい、ご覧になってますでしょうか。お母様がですね、はい、お母さんのスーパーチャット待ってますよ。はい、ずっとコメント残るのはですね5万円までできますんで、はい。それでいいですか。はい、ありがとうございます。はい、あ、オルゴデミーラさん、ミカハクとミッチャにスパチャ、ありがとうございます。今日ご来場いただいてまして、そうですね、差し入れとかもいただいてまして、そしてあの今日ですね、売店をやってたところ、差し入れをですねいただいてますんで、たくさんも本当にいつもありがとうございます、皆さん。ありがとうございます。ありがとうございます。
はい。さあ、ちょっとですね、追いつかないですね、コメントが。六尾鉛筆さん、いただきました。井筒親方、現役お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。これで今コメントにもありますけど、わんぱく相撲でですね、はい。はい、何年生で優勝したんですか？4年生と5年生。4年生と5年生でですね、日本一。はい。はい、やられて、はい、中学校でどうですか？はもう、サインで、ベスト4で終わりました。はい、高校では高校は、優勝したと。いや、インターハイに限らず、地方大会。地方大会1回だけ。優勝して、はい、で、大学では優勝は、はい、2位までの選手。2位。はい、準優勝。アマチュア選手権で。はい。こう、小学校からずっとですね、もう全国に名を轟かせてたと。そして、プロに入って幕内まで昇進したと。はい。今どうですか。こう今本当にこうもう今やっぱ相撲取りたいという気持ちももう全くないですか。いやありますよ、ありますあります。悔いはないってさっき言ってて。いや悔いはね、こう稽古とか見てるとこう。あ、やりたいな。あ、そう。場所じゃなくて稽古。見てたらやりたくなる。そうですね。ちなみになんですけど、今体重の方は何キロですか？いや、全然まだ変わってない。まあ、先日やめたばっかりなんで、はい、もちろんそうですけど。はい、まだ180ぐらい。180ぐらい。はい。何キロまで体重落とそうと思ってます？親方、今何キロ？僕150ですね、今。で、マックスが195で45で、152ですか？152とかそれぐらいですね。あ、じゃあ151まで。あ、自分より1キロ。はい、ああ、その時にはですね、僕はもう多分110キロとか100キロぐらいなんですね。ああ、多分いや昔から大きいから。そう。本当に昔からでかい。めっちゃだって小学校1年生で70キロだったんですよ。はい、1年生で70キロ、だんだんともう10キロずつぐらい太っていったんじゃないですか。あ、そうです。本当に年間10キロ。多い時で15キロぐらい。小15キロぐらいでしょ。はい、年間15キロ、まあ10キロ太ったとしてもですよ。はい、だって小学校1年生で7歳でしょ。今37歳でしょ。はい、30年間で300キロ太ってますからね。今300何キロですか？370キロか。普通の計算、単純計算でいけばですね、370キロになっても過言じゃないと。それぐらいでかいぞということですよね。はい、時間になりました。錦木とですね、新三役錦木、そしてですね、こちら元大関、朝乃山がですね、初日から2連勝ということで、はい、今日ですね、どうなるのか、この実力者の対決ですね。どうでしょう。さあ、立ちました。左上手で取って右からすくい上げますけども、両者ですね、右四つになって上手かかんない朝乃山。錦木はですね、こうなっても腰重いですからね、ただ上手取られるとちょっときついんじゃないかなという状況ですけども、錦木関本当に重いんで、自分何回も対戦あったんで。どうでした？いや、ぶー、悪いですよ。悪いですか？はい。どうだろう、上手、勝てない。おっと、巻き返しに行ったところを錦木が右からの上手投げど、やっぱ重いんでしょうね。やっぱ四つでですね、相撲を取る、どちらかといえば朝乃山の形だったんじゃないかなという中で、上手かかってなかったですけども、じゃあですね、いや本当に、はい、今の相撲を見てもあれなんですけど、本当に重くて、土俵際までは持っていけるんですけど、そっから重くてですね。で、端まで持っていくんですけど、結局、端まで持っていかれる。はい。では、帰ったらもう端を持ってますね。端まで持って、端まで持っていかれ、端まで端くって。本当上手です、ね。いや。ほんとその、重さっていうのは単純的な物理的な重さじゃなくて、そのなんかこう、腰が重いっていう。あ、そうです。もうなんか、何を押してるようですか？何をしてるようですか？米俵です。米俵なるほど。いや米俵をしてるようだと。いや、それぐらい重かったと。よくわかりませんけども。はい。ありがとうございます。はい。さあ、続きまして。バグクリスさん、井筒親方、現役生活お疲れ様でした。わんぱく相撲の頃から活躍されてましたが、実際にわんぱくでしたか？どうですか？実際にわんぱくですか、ね、いや、わんぱくではないです。本当に、はい、まあ、自分、は末っ子長男で、あ、お姉さん、姉2人いるんですけど、はい、本当に甘々で育ってきました。あ、じゃあそのやんちゃとかというよりは、わんぱくではなく、もういい子いい子で。いい子育てられて、はい、いや、その育てられたのはそうですけど、実際その、
逆に男一人だから、はい、上の人に押さえつけられるのがないからもう自由勝手気ままにやってたとか、はい、そういう感じじゃなくてですか、ワンパク坊主あるじゃないですか。いや、そういうのはもうなかったですね。そんな。どちらかと言ったらおとなしい感じ、ね、だと思います、はい。自分で言うのもなんですけど。そうですね、おとなしい人がですね、はい、店員さんを16回呼ぶわけですから、本当におとなしいのかなと思いますよね。ステーキの店に行った時に。本当に内気なのかなと思いますけど、そういう時は食の時は違うんですね。食べる時は結構前、はい、前に。はい、なるほど。わんぱく、わんぱく食いですね。はい、あ、食い方はわんぱくです。食い方はわんぱくです。食い方はわんぱくです。ありがとうございます。さあ、空空のチャンネルさんいただきました。ありがとうございます。井筒親方、現役お疲れ様でした。引退発表の週に、ちょうど秋瀬山関の反物を入手しまして、うん、数ある力士の反物の中でもずば抜けて美しい鯉のデザインで、早速おいしいちゃんこを食べれば、忘れられた強い力士ももちろんだが応援していてよかったと言われる力士を育てたいという引退会見のコメントは最高に素敵な引退コメントでした。本当にお疲れ様でしたってことで、ナイスパーです、はい、めっちゃ真面目なこと言ってます、はい、いつもなんか自分のこと言ってくるんですけど、ね、いやーすごい、そうですね、本当にこう今おっしゃってましたけども、こういう最後を応援してよかったという風に、はい、力士に育てるっていうのは、はい、ですね、技術的なもんじゃなくて、それぐらいこう魅力があるような、そうですね、まあ、あの一生懸命勤めて、うん、もうあのやっぱり一生懸命やるっていう姿勢をこう見せて、はい、何でも一生懸命ですね、そうですね、飯食うのも、飯食うのも、あの昼寝するのも、遊ぶのも、遊ぶのも、はい、稽古も、はい、相撲もですね、はい、それぐらいやっぱこう相手の心をつかむような、はい、お客さんのですね、つかむようなお客さんを育てたいと思います。はいはい、さあ続きまして、タッキーさん、いつの方現役生活お疲れ様でした。新入幕の時、お乳の、控え座布団に座った時のにんまり顔が忘れられません。あの時の心境覚えてますか？はい、覚えてます。本当にあの嬉しくて、嬉しいですし、はい、あのその座布団、うん、あの選びに行くじゃないですか。うん、だって選ぶのに1時間。どの色にしようか、はい、でこの色はかぶってないかなとか、結構あの人とかぶらないような色、そうです、そうです、で店員さんにあのいろいろ見せてもらったりして、結構1時間ぐらいかかりました。そうなんですね、はい、でちょっとその詳しい話はですね、ちょっとこの取り組み終了後にしたいと思います、はい、さあ正代とですね、こちら若元春、はい、同じ時塚で一門で、はい、将棋を削ってたと思うんですけども、はい、さあどうでしょうか。立ちました。もろ差しに行く正代、左四つになりましたが上手が取れない、左からすくい投げを打って若元春が前に出る、右上手取って寄り切りと、なんか立ち合いは正代かなと思ったんですけども、若元春がですね右上手を取ってから四つで攻めましたけど、どうでしたか。そうですね、もうやっぱりあの正代関はこうがっぷり行きたかったと思うんですけど、こう、はい、あの左からこう脇締めて固めて、はい、こう上手も取られないように肘張ってましたんで、そこが良かったのかなと、はい、やっぱり止まったらやっぱりあの重いと思うんで、あの止まる前にも攻め切ったので、あれ止まったらまた違う展開になってたかもしれないですね。なるほど、はい、めちゃくちゃ解説というかコメント上手いですね。いや本当に相撲が好きなんで、ね、相撲好きなんですか。相撲と飯どっちが好きですか。あ、飯ですね。あ、飯ですか。そうか、飯切りだそうです。はい、そう、やっぱそうなんですね。それは飯の方が好きと、はい、だってテレビの方にも出演されてて、ほら、はい、ギャル曽根さんとかやってたじゃないですか、はい、実際勝ったんですよ。はい、勝ったんですよ。いや、それはもうちょっと分かんないとなんです、あの時コロナがひどくて、であの一緒の会場じゃなかったんで、はい、あ、そうなんですね。そうです、あ、別のスタジオで、画面越しでしたので、すっごい勢いで食ったんでしょ、はい、何をあ、ちゃんこ、ちゃんこ、味噌ちゃんこ 3.6 キロ、ね、3.6 キロ、はい、はで、何分ぐらいで食ったんですか。いや、もう本当に夢中で食ってたんで、20分ぐらいですか。20分かかってないか。どうすかね、30分ぐらいでぐらいですかね。 3.6 キロ食うのもすごいですし、それをまた30分で食うっていうのがですね、うん、じゃないですね、うん、ギャル曽根さんから見たら早送りしてんのかなって思うぐらいで、ね、リモートでやってるんですから、うん、
さあ原口洋子さんいただきました。伊豆強方お疲れ様でした。今日も北島洋子お元気で何よりです。お二人の笑顔で元気になりますか。ありがとうございます。ありがとうございます。ナイスパーです。ナイスパーです。ナイスパーです。ありがとうございます。株式会社室岡さん、伊豆屋方に質問です。正直に答えてください。今日イカ食べましたか。イカ食べましたか。うんこしよう。イカ食べました。いえ、食べてない。食べてない。イカは食べてないですか。はい、ナイスパーです。ナイスパーです。ミカ、グリーマーさんですかね。はい、伊豆屋方、現役お疲れ様でした。私はシアトルに住んでいるアメリカ人、ミカです。アメリカ人でミカです。春場所の、4日後、会いました。私の日本語はまだ上手ではありません。でもあなたはすごく忍耐強くて優しかった。私はアメリカでアマチュア女子相撲をやってます。何かアドバイスをいただけませんか。何かアドバイスないですか。アマチュア女子相撲のこのやられてるということですけど、まあ、やっぱりあの楽しくやる。楽しく楽しくやっぱりこうなんていうんですかね、やっぱ好きなことは楽しくやんないと嫌がらず、嫌がらず。楽しむためにも何かした方がいいとかあるんですか。そうですね、アマチュア相撲ですよね、はい、基礎とか やりながらだんだんこう試合で勝っていくとそれが楽しくなるということ、はい、そうですね。やっぱ勝ったらこうそのやっぱりなんていうんですかね、その勝ちを味わったらですね、はい、じわじわって、今ですね、大栄翔と阿炎がですね、土地開花になりまして、はい、立ち合いからの速攻相撲で阿炎が突き出しと、はい、いうふうになりました。やっぱ楽しむためには、やっぱちょっときついことはあるけども、はいはい、でもその、やっぱ勝った時の、はい、その嬉しさ、楽しさとかが、また倍増していきますね、うん。やっぱ、その、そういうのを味わいたかった。味わうためにはやっぱきついこともしないといけない。なるほど、楽しさを味わうためにもきついことを我慢してやれば、はいはいはい、だんだん楽しくなってくるんじゃないかと思う。はい。いつが一番楽しかったですか、相撲人生の中で。16年間現役中なので。現役ですか。現役中やっぱ新十両上がった時は本当にあのやっぱそこはやっぱり関取を、はい、あの目標に頑張ってまして、はい、まあ、そうですね。一番嬉しかったのはやっぱ立つ新十両。新十両で。はい。その時楽しかったと。楽しかったですね。ですね、やっぱりこう。稽古も楽しかったですね。まあ、稽古もですね。はい、もう本当に言ってましたしね。北の海屋にいた時に、はい、あの上がって、ね、その年齢がみんな近かったので。はい、この中で誰が一番に上がるかなっていう、本当にもうみんな番付一緒だったんで、ね、みんなこう幕下上位がこうひしめき合ってたって。そうです、うん、そのもう何枚目の何番で上がったんですか。東の2枚目の4番で上がりました、はい、めちゃくちゃ嬉しかった。あ、もう嬉しかった。そのあの、一緒に水曜日電話かかってくるんですよ。あのなんですかね、場所が終わってまして、番付編成会議が水曜日にあるんですけども、水曜日に新十両力士は師匠の方に電話がかかってくるんです。はい。今ちょっと説明してるんです、はい。はい。はい。その電話がかかってきたと。かかってきて、はい。見つかったぞって言って、でも、親に。泣きました。いや、もう、あの、泣くを通り越して、もうなんか気が抜けたっていう、やっぱり、こう、微妙なところじゃないですか。気を抜けたと。はい。で、やっぱり、あの、まあ、親に電話しても、はい、親に電話したらあの全然信じてなかったんで、いやもう師匠からも言われたから、もうこれはもう間違いないから信じないまま現役をどんだけ鈍感なんですか。ちょっとこれは信じないまま現役を全うされたってわけじゃなくて途中で気づかれたんですね。ああ本当に慌てるじゃんと。なるほど、すごい、それがすごい嬉しかったということですね。井の中金師匠さん、ありがとうございます。工藤さん、ありがとうございます。ありがとうございます。親方、お疲れ様でした。宮根さんもお疲れ様です。ありがとうございます。そうです。錦糸町にですね、はい、世の中というですね、はい、美味しい料理屋、居酒屋あります。ありがとうございます。はい。それ皆さん、ぜひともですね、はい、お調べになって、はい、行ってください。めちゃくちゃ美味しいです。美味しいです、本当に。ね、もう、ボーンと出てきます。そうです。ありがとうございます。ありがとうございます。ロゴデモさん、3日目お疲れ様です。伊豆親方、北島親方、はじめまして。あ、ロゴデモさん。
今場所も初めましてですね。ナイスパーです。福岡の方で、能形山さんって言うんですけど、能形山っていう名前を付けられたのはもう何年前でしょう。今、元横綱、稀勢の里関の、二所ノ関親方がですね、能形山さんっていう名前を付けられましたんで、命名されて、今ずっとこの能形山さん、福岡の方ですね。来場所九州の時にはですね、お会いできるかもという感じですけども。藤原かっちゃんさん、秋山の実力方、本当お疲れ様でした。今日は徳勝龍も引退とのことです。そうですよね。前に聞いたのですが、幕下まで陥落してもなお、相撲を続けるモチベーションを今後の力士のために教えてください。郷土力士の千代栄が今場所不調です。対戦があったか知りませんが、エールを送ってもらえば励みになってありがたいです。しっかりこの幕下に落ちてからですね。上に帰るっていうのは相当な精神力も必要ですし、そうですね、本当に7回ぐらいそんな落ちてます、ね、落ちました。なんで本当にもうやめようかな、やめようかなって思って、やめようかな、やめたいな、やめたいなと思ってたんですけど、でも師匠は本当に一回も諦めないんですよ。落ちたら、見つけこうやるぞって。結構やるぞって思う。師匠のその葉っぱかけられたことがすごい良かったと。そうです。はい。で、その周りはこうなんか変気使ってこう、なんか使われるのもちょっとストレスになってたんですよ。やっぱ落ちたからね、深田さん、でこう気使ってもらって、それもちょっと。歯がゆい。なるほど。変に気遣われるのも嫌だった、はい。本当に嫌でした、ね。そうですね。じゃあちょっとこの話の続きは、はい、取り組み終了後に、はい、聞かせていただきたいと思います。はい。はい、琴ノ若と玉鷲ですけども、昨日はですね、朝乃山に上手投げで敗れた琴ノ若ですけども、はい、今日は玉鷲戦だと、はい、うんでしょうか。立ちました。右から喉輪で押していく玉鷲、左手を刺して前に出る。行ったところですね、左にちょっと体を動かしたというか動いて、四つに組んで、はい、寄り切りと、はいはい、立ち合い早くなってないですか、琴ノ若。ああ、なるほど。そう思いますけど、ね。なるほど、立ち合いのスピードが速くなった。なんか速くなって、なんか前はなんかもちゃーってしてたような気がしますけど、なんか。なるほど。そういったところがこうやって今の好調につながってるんじゃないかなとは。と思いますけどね。高校の後輩ですからね。はい。埼玉栄高校ですから。埼玉栄高校がですね、はい、なんと幕の内にですね、はい、昨日テレビで言ってたんですけど、はい、10人います。10人。すごいですよ。後輩が10人いると。はい。もうって、もうもちろん同じ時代にも、まあ、大関の防衛大関も、そうですね。そうですね。はい、埼玉栄高校出身ですし、はい、すごいですね、この社会のこの層の厚さといいますか、はい。そうですね。もう、やっぱり、こう、まあ、先生も本当にすごい愛情ですし、はい、稽古も、はい、食事 もう全部先生がやってくれるんで、はい、本当に、なんか四股踏んだだけで、あ、なんかね、強くなった気っていうか、なんかそれぐらいこう、そうですね、このやっぱり山田先生にずっと憧れてましたんで、だからこう山田先生のこの一言一言とか山田先生に言われたメニューをやったら、あ、こう強くなれるんだっていう引きで自分はやってましたね。なるほど、はい、ありがとうございます。もうそれこそも今土俵に上がってますけど、そうですね、大関、はい、貴景勝ですね、埼玉栄高校出身で、はい、すごいですね、はい、でまたこの結びで相撲を取る翔猿もそうですし、はい、そして結び前で取る大関戦を控えてる、その霧島戦ですね、控えてる北勝富士も埼玉栄高校出身と、すごいですね、はい、あ、ちなみに先ほどその、まあ、話の中で出ましたけども、今日で徳勝龍が、はいはい、引退して仙台が親方支援して、はい、まあ、徳勝龍もですね、優勝もありましたし、はい、同じ部屋でしたから、はい、部屋でしたか、よく稽古したんじゃないですか。そうですね、本当にまあ、お疲れ様でしたって心から思いますし、うん、本当に一番稽古してきた中なんで、1個下で、年は1個下で入ってきて、そうですね、で、やっぱり徳勝龍から先に上がりたいっていう、もうもともとものすごく強かったんで、入門した時から。で、
一個下も結構ニオノミさんとか北張本さんとか、ね、で自分同級生いなかったんで、いたんですけど、そのキゼンリュウとか見てるかわかんないですけど、キジュウインですか、山下のキジュウイン、いましたね。見てるかな、はい、見てる。見てないと思います。いや、で、その、やっぱ、7、8名ぐらい、やっぱ、この幕下上位がいたん で、うん、で、その中の一人だったんで、彼は、徳勝龍は。で、こう、結構、死んで死ん時とか、こうやっぱ食事とかも遅かったじゃないですか。うん、よく外にもう上がった時にはもう食事が終わってる時もあったんで。なるほど。ちょっと行こうかとか。ああ、食事に行ったりとかして、はいはい、稽古して。そうですね。なるほど、そういう思い出があったと。そうね、もうそれこそ一場所違い、まあ学年的には1年違うんですけども、はい、一場所違いで。はい。したと、はい、もう本当に、はい、面倒見もいいですし、はい、ありがとうございます。さあ、はい、コメントも来てますんで、ちょっとこう読ませていただきますけども、すごいですね。杉浦、高弘さん、伊豆の方こんにちは。現役生活お疲れ様です。名古屋場所初日の相撲が、見たのが現役最後の一番でした。ところで時間前の仕切りで相撲健康体操の動きの仕切りをいつも楽しみにしていました。地元の誇りでした。ありがとう、北島親方。7日目に親方ショップで会うの楽しみです。あ、僕ですね。ありがとうございます。お待ちしてます。あれです。金星の方ですね。はい、あれは、なんかこう、ルーティーンというか。ルーティーンっていうよりか、はい、自分、体硬いんで、またありがつかないぐらい硬いです。そんなのですか。はい。僕、意外とですね、すごい体も柔らかそうな感じですけど。はい。もう全然。もう頭もデコもつかないですし、はい、足は開くんですけど、はい、だから仕切るときにちょっとやっぱずっと控えで座ってるじゃないですか。でやっぱ腰が固まってくるん で、ああやって上下にこうグーッとやるとこう腰が入ってくるんで、そこでちょっとほぐされて最高の立ち合いができると、はい、そういった意味であれをありがとうございますね、はい、書いてんのかなと丸を書いてるのかな。勝つよ丸を書いてる。ああ、白星。白星を見て、はい。さあ、まあ、いけますね。MM さん、いつ親方現役お疲れ様でした。売店デビューはされましたか。いつか親方のサインをいただきたいです。あ、売店来ました。いやいや、連れてください。いやいや、じゃあ今度ちょっとぜひですね。明日、明日、明日。明日、明日行きましょうか。はい、明日、明日までですね、売店の方に来ますんで。はい、はい、お願いします。皆さんですね、ぜひとも売店の方、はい、ご来場の際は、お越しいただければと思います。はい、でもバイトの方いてですね、はい、もういるだけでもですね、お疲れ様でしたって、はい、こう、なんていうんですか、ね、会いに来るお客様がまたその、まあ、いやらしい話ですね、まあその、なんていうんでしょう。まっと悪い。マスカット的な、売店のキャラクター的な感じで、いただければと思いますんで、はい。ありがとうございます。さあ、もう一個いけそうですね。あんこ山さん、井筒親方、お疲れ様でした。秋山関の諦めない姿勢は相撲ファンみんなを、勇気をもらいました。この配信の解説も丁寧でとても分かりやすく、またコメントもユーモアがありとても面白いです。笑顔もとても素敵です。隣の北島親方は最近来られてきているのか手抜き配信が多く、スパシャが、来ても仏頂面の塩対応なので、井筒親方が新レギュラーとなり、親方チャンネルを盛り上げていただけると助かります。よろしくお願いします。そんなことないですよ。すぐ覚えて、あんこ山さん。ありがとうございます。さあ、土俵上がですね、時間いっぱいになりましたんで、AK さんのコメントはこの次にですね、終了後に読ませていただきます。はい、さあどうでしょうか、明生とですね、貴景勝。さあ、立ちました。おなんかこう前に出るというよりは、こう当てが、おーっと。終始攻めたのは明生でしたけども、はい、どうでしたか。やっぱ落ち着いてましたね、貴景勝関の方が、ちゃんと相手よく見て、でうまくさばいたような、そんな感じでしたか、ね。はい、そうですね、はい、なんか突っ込みすぎて
叩かれてバーンって負けることがあるんですけど、今日はなんか落ち着いて相撲を取ってたように見えますね。はい、来ました。はい、はい、AK さん来ました。秋山関は土地の富士関以来の逸材と聞きましたが、お気持ちどうですか。あ、土地の富士さんって頭の土地の富士さんでしょうか。あ、はい、あ、体型もやっぱすごい大きかったから、その土地の富士関以来の逸材ということでどうですか。いや、初めて逸材って言われました。で、AK さん、はい、すごいコアなファンの方なんでしょうね。はい、はい、AK さんありがとうございます。エイケさん、ありがとうございます。スパちゃんでお願いします。ナイスパー。ナイスパー。ナイスパーです。ナイスパーです。はい、ありがとうございます。それぐらい体が大きい、魅力的だったということでしょうか。はい。はい、どうですか。マックス体重何キロまで行かれました。198です。198。はい、1キュッパです。1キュッパ。はい、なるほど。1キュッパ、なんかそれ、1キュッパで安っていう感じがありますけども、はい、全然体重の1キュッパですからね。はい、ものすごい体重だったと。はい。デブですね。いや、親方もデブって、ほんと、親方もデブだった。変わんないですね。はい。藤原かっちゃんさん、徳勝龍さんのゲスト希望します。ああ、ナイスパーです。ナイスパーです。それこそですね、もう来場所、こちらの方にですね、準備して出ていただきたいと思ってますんで、ぜひとも。はい。さあ、かき氷さん、いつの方は現役時代から若手親方から、大人気なイメージがあるのですが、ご自身が一番仲がいいと思っている親方はどなたでしょうか。どうですか。やっぱり、まあ、誰と誰とで分けたらどうですか、親方で。は、やっぱり、滝熊親方とか。ああ、滝熊親方と一緒にですね。あと、双子山親方。ああ、双子山親方。若いって言っていいですか。おこがましくないですか。なんか、そんな。諸先輩方をいらっしゃる、はい、そんな仲良いでいれば可愛がっていただいてるじゃないですか。ああ、そうそうそう、よ、いや、またそう仲良しって言ってましたよ。いや、仲良い、いや、可愛がって、いや、そんなもう分かってるじゃないですか。あ、そうですね、それぐらいこう可愛がっていただいてたという感じですかね。はい、ありがとうございます。AK さん、秋瀬山関と天海宝関の違いが分かりません。天海宝関、お気持ちどうですか。いや、どういうことですか。どっちに聞いてます。眉毛がある方が秋瀬山関で、ない方が天海宝というふうに覚えていただければと思います。はい、画面向かって右が私で、左が秋瀬山ですね。土地の富士関の話されてますけど、AK さん、その本当に詳しいのか詳しくないのか分かんないですね。ナイスパーです。はい。ありがとうございます。さあ、というわけでですね、まあ、もう境高校出身力士がですね、はい、結び1、2、3、4、5、続いて、はい、5番連続でですね、はい、続いてて、土俵上がですね、霧島と、北斗市、大関と北斗市ですね。いや、霧島の霧は一回も勝ったことないですね。かえ大丈夫か。あんまり幕下とか、幕下で、はい、大関と対戦してたと、はい。何回ぐらいやるんですか。3、4回ぐらいやってると思うんですけど、全部裁かれて、包丁で、あ、相撲でね、相撲で、豚豚ってこと、豚ってこと、それじゃなくて、それじゃなくて、はいはい、はい、はい、それぐらいやっぱこう実質的なもんもあったと、そうです、細かったんですけど、はい、でもまあ、自分の方が最近重量上がってて、総研とかで、はいはい、稽古総研とかで、幕下の稽古あるじゃないですか、十両の前って、はい、やっぱ霧島関は全然その動きとかも、あ、この人絶対上がってくるわって ずっと思ってました。上がってくるわと、なんか上から見せて、いやいや、本当に上がってくると、自分で言って大関まで行ってますよ。いやいや、本当にそれぐらい上がってくるわと思ったら通り過ぎてきたと。そう、通過していった。それぐらいの勢いだったってことですね。快速で、はい、快速と片や鈍行、ステーキの鈍行、ステーキの鈍行、すぐつなげる電車だけに、ありがとうございます。はい、なんかですね、コメントでですね、あんこ山さんがコメントしますね。 AK さん、展開法の方が少し性格悪いです。おいおいおい、あ、そんなことないですよ。そんなことないです。僕はこうやって全面的にこうやって表裏表なんかこうやって僕は言ってますけど、どうでしょうね。いや、本当にカメラ回ってないところでは本当に神対応なのか、果たしてどうかと。まあ明日売店の方にですね、一
っていただければと思いますんで、はい、すごい神対応ですね、お客さん、ファンの方の、ありがとうございます、のそうです、はい、ありがとうございます、はい、まだ時間じゃないですね、はい、ちょっとください、藤原かっちゃんさん、今度講演会に入らせてもらった心の方の出演も希望した、この方もいいですね、AK さんからまた来てますけども、はい、よろしいですか、秋瀬山関とヨギボーの違いが分かりません、お気持ちどうですか、どういうことですか、いや、ヨギボー本当いいっすよ、あの自分あの、買いましたもん、あ、ヨギボー、はい、ヨギボーぐらいの大きいサイズなんでしょうかね、の一個は小さいやつなんですけど、本当にあの、もうドンって座って、はい、でもあの肘掛けとか買ったら本当にあの人をダメにする、人をダメにする言うじゃないですか、いや本当にその気持ちがリラックス、はい、それぐらいのこうフォルムということですねでも違いが AK さんは分からないからもう自分もヨギボンというのと一緒ですよねそしたらはい、ありがとうございます。さあ、ヨギボンがヨギボンに座るって竹木さん言ってますね、買おうかな、ヨギボン、そんなにいいんですか、値段はあの張りますけど、え、いくらぐらいするんですか、3万ぐらいするんですか、だったと思う、それぐらい3万払ってもその価値ある、はい、あります、お値段以上だと、はい、いうことですね、なんか通販みたいになっちゃった、通販みたいに言っちゃったけど、はい、さあ、大関霧島と北勝富士がですね、はい、時間になりました、昨日はですね、昨日もですね、はい、大関戦で北勝富士がですね、はい、勝ってますね、3日連続大関戦になるんですかね、ああそうですね、はい、さあ立ちました、下からあてがって前に出る北勝富士が突き放す、ああおっと残った、残ったところを下から押し返す、押し返して右腕で取りましたね、右腕で取って頭つけ直す、つけ直して前に、おーっと寄り切り、初日から 3日連続大関戦、素晴らしい、白星と、はい、素晴らしい相撲でしたね、はい、素晴らしいですね、どういったところが素晴らしかったですか、こう離れた時も、はい、なんかもう終始攻め続けたことが良かったんじゃないですか、やっぱり回しこう取られたら、はい、絶対あの砂漠の上手なんで、うん、こうもう相手が自分が十分になったら、はい、多分あの大関はもっと十分になると思うんで、うん、その前に動いて動いて崩して良かったんじゃないですかね、本当ですね、私はちょっと、はい、優勝は逃しましたけども、はい、まだ波に乗ってると思います、AK さん、今日いただいてます。すみません。秋山関、仕切りの時に足を後ろにバタバタするのはポジションを直してるんですか？お気持ちどうですか？あ、だからこう仕切った時にこう、例えば左に寄りすぎたらいけない、はい、右に寄りすぎたらいけないってことは、ちょっとあの構える時に前に行きすぎたかなとか、そういった意味で足をバタバタしてるんですか？股関節をこう、あれなんかするような動き。あ、そうです。あれは、はい、ちょっと回しがずれてるんで。もしずれてるんですか？ちょっとあの回しのポジションを直してるんですか？そうです。そうそうそう、はい、ちょっとあの腰割るときにこう、はい、このなんていうんですかね、締め方もやっぱ日によって違うんで、常にもうギュッと締めるときもあれば、こうあの今日はあの動いていきたいからちょっと緩める、あんまり締めすぎるとちょっと動きが悪くなってしまうんで、そうですね、締めすぎるともうドタみたいになりますからね、はい、いや締めすぎるとね、あ締めすぎるとね、あ確かに、じゃあ締めすぎず、はい、す緩めすぎずで、まあだから相手によってその回しの締め方とかもこの締め方とか考えてました、そうですね、やっぱりあの何て言うんですかね、はい、その回しをこう取られてもいい力士と取らせたらダメな力士やっぱり自分いるんで、はい、あのこの人だったら取られても切れる自信があるとか、そういうのがありましたんで、そういったのからもうそうですね、戦いはもうその日からもう始まってんですね、マーションしてるのから、そうですね、やっぱりあの本当に、まあ、今だから言えるんですけど、やっぱり左四つの人は嫌なんで、
ああ、左四つは嫌だ。はい。だからその時はちょっと、あの、もう切れる自信がないので、うん、あの、きつく締めたり。なるほど。してました。人によって、はい。なるほど。それいいですね。はい、それでこう、それぐらいこう、なんていうんですか、その、勝負にかけた思いがあったと。そうですね。ですね。はい。はい、もう早いものでですね、もういよいよ結びなんですけども、はい。はい、また、それこそ埼玉栄高校出身のですね、翔猿、そして、新大関の豊昇龍ですけども、はい。はい、いかがですか、そう、新大関。まあ、実際どうですか、はい、もう新大関になって、こう、いろいろプレッシャーもあると思うんですけども、そういった気持ちは、まあ、秋山関ですね、いつだよ方は分かると思うんですけど、新大関のこう、初日からの緊張っていうのはどうですか、やっぱり新大関になるって緊張するんですか。いや、なったことない。ああ、すいません。あ、そうかそうか。あれ、ワンパク相撲は横綱でしたけどね。ああ、そうですね。そうですね。そうですね。はい、まあ、それとは全然違います。はい。どうですか、やっぱりこう、新大関で、その、まあ、常にどこの場所も大事なんですけど、はい、やっぱこの一発目っていうか。新大関出てから一発目は大事だと。はい。はい、ということですね。はい、誰が言ってんだよ。誰が言ってんだよ、お前。なったことねえくせに。はい、はい、すいません。はい、株式会社室岡さん、はい、ロリキシンカムチャッカファイデ、ちょっとわかんないですけども、はい、ありがとうございます。ナイスパです。ナイスパです。はい、あ、札幌巡業で大人気だったらしいですよ、正直。はい、で、地方巡業、そして地方場所ですね、いろいろありますけども、はい、このどこの巡業が、はい、まあ、地方場所だったら一番どこが好きでしたか。まあ、名古屋場所はやっぱり場所だったら帰れますので、うん、やっぱ地元が愛知県、まあ、まあ、愛知県は、まあ、もちろんと考えて、他の場所、まあ、いろいろ地方巡業でいいんですけど、はい、どこが好きですか、はい、他は。か、まあ、福岡も。あの、食べ物も美味しいですし、はい、やっぱあの、まあ、各地方、はい、いろんな、やっぱその食べ物が全然違うじゃないですか。あの、九州だったらこう、はい、魚が美味しい、はい、大阪だったらお肉が美味しいと、はい、まあ、ここが一番いいっていうのは特にはそう考えたことなかったです。もうあの、本当に行けばみんなあの部屋の地元の美味しいものを、あ、そ、もうみんなあの差し入れとかで、すみません、ちょっと今途中でちょっと笑ってしまったんですけど、はい、いや、なんかすごいあのグルメ感出しますけど、はい、あ、グルメではないですよ。グルメでしょ。いや、ただただ食うのが好きなだけだ。そんな人間が、はい、要はあのタレと塩だけで16杯食ったなと思って、今それを思い出してちょっとすみません、ちょっとおかしくなってますけど、はい、株式会社室岡さん、伊豆親方はホルモン振り回したことありますか。振りましたことない。ホルモン好きですかって言うんですかね。振り回すってちょっとよくわからないですけど、ホルモンとか好きですか。ああ、好きです。あ、大丈夫。内臓だったらどこの部位が好きですか。いろいろありますけど、島町、丸町とか。あ、丸町とかですね。レバー。はい。レバー。レバー。ウルテ。ウルテ。ウルテ。わかります。ホルモンなんですか。はい。とか。ウルテでしょ、ウルテ。はい。あと、やっぱハラミ。ハラミ。ハラミもホルモンですからね。タンもホルモンなの。タンは食べ物になりますね。いや、あれ、タンもなんかホルモンみたいな感じで、なんか聞いてくれると。はい、なんか言ってくれると。なんか言ってくれると、そんな。すごい、真面目なんです、ね。真面目。ありがとう。はい、ありがとうございます。はい、さあ。はい、もう早いもので、本当結びですよ。はい、はい、初日からですね。あの、初日の時に、はい、あの、結び、あの、公安あの警備させてもらったんですけども、はい、すごいですね、声援が半端ないですよ。結びで取った経験はもうないですけど、もうないですよね、はい、やっぱりこの画面の奥にいるですね、はい、元豊響の山下の方は多分あると思うんですけど、はい、そちらの方でですね、なんででしょう、秋山関、そして伊豆親方、この秋元秋山伊豆親方がやられてる YouTube を砂かぶりで反応されてるっていう感じになるんですけど、はい、はい、どうでしょうか。まあ、ちょっとなんか歓声がありましたけども、どちらが勝ったのか、ちょっとタイムラグありますからね。はい、はい、
この後にですね、明日のコート組もちょっと紹介したいと思いますので、あ、1枚選んでください、ね、あ、もう始まりますので、はい、後で選んでもらえます。さあ、立ちました。当たって、おっと、左から、左から出し投げを打ったというか、突き落としに行ったところをですね、一度は残ったんですけども、翔猿が大関を撃破したと。はい、すごいですね。翔猿勝って、北勝富士勝って、貴景勝勝って、琴ノ若勝って、あ、大栄翔勝ってましたね。はい、もう後輩ですね、すごい活躍してると。はい。はい、といったところで、大関が、3人いて、1人1勝2敗ということですね。3日目終了しましたけども、明日のですね、4日目の好取組をですね、いずれかにちょっと教えていただければと思いますけど、何かこう、ありますか？この取組すごいんじゃないかなと。いや、好取組っていうか、はい、ここはやっぱ、この妙義龍、宝富士が、やっぱ、自分の一個下で。なるほど、妙義龍、宝富士、はい。それこそ先ほどお話ししてた徳勝龍も、同世代、同学年でですね、はい、しのぎを削ってきたこのベテラン同士が明日戦うというところも、はい、前半戦では見ものだと、はい。後半戦ではいかがですか？後半戦は、やっぱこの境対決ですか、ね。埼玉境高校出身の北勝富士と大栄翔、そして同じ埼玉県で出身ですね。はいはい、この一番目が離せないということですね。はい、ありがとうございます、はい。はい、というわけでですね、そろそろお時間が近づいてまいりましたけども、はい、本当にこうたくさんの方々にですね、この愛されたこう秋山関、水谷方が、はい、今日出ていただきまして、またですね、ぜひともまた YouTube 出てきてほしいと思うんですけど、いかがですか？はい、あ、呼んでいただけるんだったら、また来たいですね。どうでした今日、実際出てくる。いや、もう本当にあっという間でした、ね、はい。あっという間に時間が。あっという間でした。はい、本当にこうなんかこう初めてとは思えないぐらい饒舌でですね、なんかこういろんなこう受け答えもすごいですし、ご飯食べたエピソードから相撲に対する思い、たくさん大事なことをですね、なんかすごい面白い、僕も1時間でした。ありがとうございました。はい、というわけでですね、皆さんそろそろお時間が近づいてまいりました。今日アーカイブでご覧になっている方もいらっしゃると思いますけども、ありがとうございました。また明日ですね、明日17時より放送するんですけど、明日は、はい、佐野山親方ですね。はい、明日はまた先日引退をされた元千代の国の佐野山親方が出ていただきますので、明日もぜひともご視聴よろしくお願いします。それでは皆さん、また明日お会いしましょう。さよなら。さよなら。